再生ありがとうございます。プチプラマニアのゆちゃんです。本日の動画は今月気になる雑誌付録が3冊ありましたので、まとめて雑誌付録レビューをしていきたいと思います。最近雑誌付録レビューあまりしてなかったんですけど、今月は雑誌付録がすごく豊作だと思います。とっても可愛いものが多くて3冊も買ってしまいました。今回レビューする雑誌なんですが、まずこちら6月17日発売のジェリー8月号、定価が880円になっております。で、付録がネイル6本とのアイパレットですね。次がこちら6月10日発売の美人百花、定価が960円になっております。付録がジル・スチュワートのマルチロイヤルポーチっていうメイクポーチですかね。これすごい可愛いなと思って買っちゃいました。そして3冊目がこちら、ちょっと発売日書いてないので発売日調べて載せておきます。スウィート7月号ですね。で、定価が980円になっております。付録がジル・スチュワートのミニ財布ですかね。これもすごい可愛いなと思って、今月なんかジル・スチュワート付録多いですね。はい、で今回はこちらのジェリーがコスメの付録になっているので、実際に使ってメイクもしていきたいと思います。ではまず最初にこちらの美人百花のポーチからレビューしていきます。こちらが美人百花とジルバイジルスチュアートのマルチロイヤルポーチです。じゃーん、こんな感じです。まず開けてみて思ったのが、思ってたよりかなり小さい。結構ミニサイズのポーチになってます。スマホと比べてみるとこのくらい、ティッシュポーチよりちょっと一回り大きいぐらいの大きさですね。で、上がリボンになっててめっちゃ可愛いです。で、キルティングになっていて、ここにね、高級感のあるロゴがついてます。このホワイトとゴールドの配色が可愛い。で、開けてみるとじゃーん、中はこんな感じで、見えるかな、お花柄になってますね。とっても大人っぽいです。付録の割には安っぽくないですね。こう持ち手になっててね、すごいいいですね。で、素材感はなんていうのかな、ちょっとなんかビニールっぽい感じ、こういう感じのなんかちょっとシャカシャカ系ですかね、柔らかい感じのちょっと光沢感のある生地です。で、これはなんかお直しコスメ入れるのにすごくちょうど良さそうな大きさで、例えばパウダーとか、あとこれファンの方にいただいたジル・スチュワートのあのリップなんですけど、これ今塗ってます。めっちゃ気に入って使ってます。これとか、今の時期だと日焼け止めとか、あと目薬とか入れてこのくらいの感じ。まだまだゆとりがあります。持ち歩きのコスメやハンカチ、ティッシュ、あと生理用品とか、そういうものを持ち歩くのにぴったりそうなサイズ感です。私たまたま今持ち歩き用のコスメポーチがなかったので、これ使おうと思います。これだったらバッグの中に入れてもそんなにかさばらないので、コンパクトでいいと思います。次がこちら、スウィート7月号のジル・スチュワート本格レザー調ハーフムーンウォレットです。今ミニ財布私持ってないので、これ使いたいなと思って買いました。じゃーん、こんな感じ。これはね、思ったよりも大きい、想像よりもかなり大きい。もっとね、このくらいの大きさかなと思ったら、まあミニ財布っていうよりも折り財布ぐらいの大きさがあります。で、こういうちょっと半月型になったお財布で、カラーがね、くすみパープルですかね、すごい可愛い色で、ジル・スチュワートのロゴがついてます。さっきのポーチと大体同じぐらいの大きさがあるっていうね。で、生地感はね、本当に安っぽくはないですね。雑誌付録感はあんまりない。ほんとこれジル・スチュワートに売っててもわかんないぐらいの感じの見た目。こう開けてみるとこんな感じ。なんか可愛いですね。で、しっかりとお札も入るし、カードのポケットが1、2、3、4、5、6、6個あるのかな？で、ここはボタン式です。で、小銭入れがこんな感じ。小銭入れ結構ね、量入りそうだよ。で、ガバッと開いて、この内側にも2個ポケットがついてます。便利ですね。これはミニ財布としては十分すぎるぐらいの収納力がちゃんとあるし、大きさで言ったらなんかほとんど折り財布ぐらいの大きさがあるので、最近結構ミニバッグが流行ってるじゃないですか。私も最近ちっちゃいバッグ買ったんですけど、メインの長財布とこういうサブのミニ財布があるとすごく便利なので、この雑誌付録結構おすすめかもしれないですね。なんかこれ普通にバッグに入ってたらさ、ジルスチュワートで買ったって
って思うよね。雑誌付録って思えない。色味も本当にね、誰でも好きな感じですね。はい、ということでですね、私はジル・スチュアートが大好きなので、今月のスウィートと美人百花の雑誌付録、めちゃめちゃ大満足です。いや、気づいてよかった。雑誌付録ってたまに見逃すことあるから、皆さんもね、こういうジル・スチュアートとか好きな方は今月の雑誌付録チェックしてみてください。はい、ではお次がですね、じゃーん、こちらのジェリーの雑誌付録レビューに行きたいと思います。で、今回マニキュアが6色入ってるので、私今ね、あいにくジェルネイルをもうしてしまってるので、ネイルの方が実際に塗れないと思うんですけど、液をね出してちょっと色味は見ていきたいと思います。はい、こちらがエモダ×ジェリーのトレンドネイルカラー6本&6色アイパレットセットです。じゃーん、こんな感じですね。ネイルがすごく夏っぽい色味で、アイパレットがね思ったよりちっちゃかったんですけど、なんか韓国コスメみたいなパッケージですごい可愛いですね。でまずこのネイルの方から見ていきます。はい、まずこれがピーチシェルパールっていう色ですね。これめちゃくちゃ可愛い、なんかサンゴみたいな色ですね。肌にすごい馴染みそう。はい、ちょっと今紙に出してみたんですけど、これハニーズのタグなんですけど、結構液の色はね、オレンジっぽいかな。で、しっかりパール感がありそうです。多分爪に塗ったら、パッケージよりもちょっとオレンジっぽく発色するんじゃないかなって思いますね。はい、次がこちら、ゴールドオリーブ。これなんかターコイズっぽい感じの、すごい可愛い色。紙に出してみるとこんな感じで。いや、これはね、すごいおしゃれな色ですね。おしゃれな人がつけてる色って感じ。で、ちょっと細かいゴールドパールが入ってるんですね。なのでちょっとこうツヤ感もあってすごい可愛い。なんか大理石ネイルとかと相性良さそうですよね。はい、次がこちらアーモンドミルク。これは見た感じラメとか入ってないかも。こんな感じです。すごい可愛い色。ほんとアーモンドミルクっていう色ですね。ちょっと黄色っぽいかな。黄身の強めのベージュって感じかな。はい、次がこちら。スパイシークルレイシってカラーなんだけど、これ結構なんかつぶつぶっとね、ラメが入ってる感じ。めちゃくちゃこれも可愛い。グレージュみたいなところに、このね、シルバーラメがアクセントになってますね。で、このラメがなんか普通のラメじゃなくて、ちょっと大きさっていうか、形がバラバラの砕いた感じのラメみたいな、クラッシュラメみたいな感じになってて、すごいね、可愛いです。はい、次がこちら、シアーブルーベリー。なんかデニムみたいな、すごい可愛いね、これも。え、なんか本当にね、シアーブルーベリーって感じの色。透け感のある、ほんとブルーベリーの色ですね、これ。めちゃくちゃ可愛い。チュルチュルしてます。はい、最後がこちら、ビタミンキャロット。夏やっぱりこういうビタミンカラー使いたくなりますよね。足とかにつけても、ペディキュアとかでも可愛いよね。はい、ビタミンキャロットはこんな感じの色です。すごいおしゃれ。なかなか売ってない感じの色ですね。はい、6色こんな感じで、もうどの色もめちゃくちゃ夏っぽいですね。個人的にはね、この辺の色がすごいおしゃれで可愛いなと思いました。今回ね、動画で爪に塗れないの残念なんですけど、使ってみたらまたどこかでね、見せたいと思います。はい、すいません。編集中の私なんですが、後日ね、ちょっとネイル塗る機会があったので塗ってみました。なんか付録の割にはめちゃくちゃ乾きが早くて、私マニキュアあんまり得意じゃないんですけど、これなら塗れましたね。で、2回重ねるとこんな感じで、一度塗りも取ってみたんですけど、一度塗りだとすごく透け感が可愛いです。まあ、ちょっとムラになりやすいので、上手に塗れる人は一度塗りでも可愛いと思います。はい、次がこちら、エモダ×ジェリーのアイシャドウパレットですね。かわいいよね。なんか、なんだっけ？なんか、エスポア？みたいな感じのパッケージだなと思いました。大きな鏡がちゃんとついてて、色味はこんな感じになってまーす。なんか思ったよりも、意外とシックな感じの色味かも。で、チップはこんな感じで、斜めカットのブラシとチップがついてます。キラキラな色からマットな色まで。こっちの2色はキラキラで、ここら辺はマットですかね。で、まずこのメタリックゴールドの色味。めっちゃ可愛い。キラキラのオレンジゴールド。マットピンク。サンゴみたいな色ですね。マットオレンジ。なんかオレンジっていうか、黄色っぽいビタミンカラーです。ホワイトグリッター。
これはなんかよく見るとね、ピンクっぽい光り方をします。ライトブラウン、グレーみたいな、結構ね、グレージュみたいな色ですね。そして最後にミディアムブラウン。はい、スウォッチしてみるとこんな感じです。アクセントカラーと無難な色が一緒になってるパレットですね。で、なんかマットなカラーが多いので、シェーディングとかアイブロウとかにも使えそうな感じがしますね。はい、それではですね、今アイシャドウをちょっと落としてきたので、こちら実際に使ってみたいと思います。じゃあ今回雑誌の中にある、上品マットなおピンクアイっていうやつをやってみます。まずここの色で眉毛を描くみたいです。まず濃い色で、アイブロウにすごく使いやすい色ですね。で、次にこっちの薄い色で上から重ねて色味を薄めるらしいです。はい、こんな感じで描けました。ちょっといつもより強めな感じに描きました。なんかジェリーのメイクって強いイメージあるので。そしたらこのピンクをチップで上下のまぶたに伸ばすみたいです。あ、このピンクすごい可愛い、コーラル系ですね。うん、ほのかなピンクが可愛いです。ちょっとさっきのメイクのラメがね、すごくマットな質感ですね。サラサラした粉質です。うん、こんな感じかな。そしたらこの白を上まぶたの中心に広めに置く。立体感が出て可愛い。重なると色の変化がね、楽しめる感じ。ちょっとこのホワイトのラメがピンクっぽくなってるから合いますね。こんな感じかな。これを黒目した部分にも乗せるみたい。あー、すごい。でも、うん、ツヤっと見える。ここに乗せるんだ。確かに、そっちの方が目に光が入りますね。へー、なんかちょっとやっぱプロっぽい感じの目元になるかもね。私いつも目頭からハイライトのせちゃったりするけど、黒目しただけにハイライトのせるとなんか雑誌っぽい感じの目元になる気がする。これでメイク終わりみたいです。ちょっと雑誌には書いてないんですけど、このゴールドがすごい可愛いので、これチップにとってちょっとなんか目頭側に入れてみようかな。あ、かわいい。そしたらこれが涙袋の影にも使えるって書いてあったので、ちょっと影を描きまーす。あ、ちょうどいい色。あ、いいですね。前髪も分けてみようかな。はい、こんな感じでジェリーの雑誌付録を使った付録メイク完成です。
で、リップもメイクに合わせてちょっとオレンジっぽいやつをね選んでみました。いつもよりすごい薄いんですけど結構盛れてる気がします。雑誌通りにやってちょっと部分的にね自分の顔に合うようにアレンジしました。はい、ということで雑誌付録レビューいかがだったでしょうか。今回は3冊の雑誌の雑誌付録をレビューさせていただきました。今回の雑誌付録はどれも当たりですね。これで全部1000円以下って考えられないぐらいどれも超豪華だと思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。感想、質問、リクエストなどありましたらコメント欄にて書いてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。ゆちゃんでした。またねー。